日本大学文理学部社会福祉学科の成島瀬留城忠明です。目の虹彩という目の絞り光の調節する部分が他の人みたいにうまく瞬時に機能してくれなくて、それだから外に晴れてる時に出かけるとうまく光を絞ってくれないからすごく眩しく感じる。眩しいっていうか痛いっていうか、近視力って言って大体3、4センチぐらいっていうのが一番ピントが合う距離かな。ちょうど今使ってるこのカメラ一眼だと、このファインダー覗いた時の増面と僕の覗いた時の目との距離が大体3、4センチで、近いところを見る視力のピークがちょうどこのカメラのファインダーを覗いた時とぴったしだった。で実際なんか写真を撮り始めてみて自分にとっての感動があったのが、普段日常生活してて見えない風景とか景色がファインダー越し、レンズ越しに見ることできるんだとか、写真としてアウトプットした時にこんな世界って美しいんだなとか思えたこともまああるし、今までちゃんと継続してやれてる理由なのかな。メガネつけたままファインダー覗いて中を集中してみようって思った時に、周囲からメガネのレンズとこの顔との間から入る光っていうのがすごく眩しく感じる。理想は本当このメガネつけたまま撮るっていうのが僕の中の一番の方法かな。めっちゃ、時間が安った？めっちゃ安ったよね。精度めっちゃ高めだね。そう、いいね。じゃあつけてみます。いいですね。覗いても。いいんじゃないですか。光も入ってこないし、上から左から左右からレンズにもメガネにもフィットしてるし、特にこの横このフレームのところがちゃんと合ってくれるから、こうやって撮れるね。いいですね。完璧だと思いますよ。